おはようございます。今日はね、私カノンマイコ、2021年、トレーニングを始めます。わいー。番組とかでよくその体験したりとか、去年までだったらバレエ教えたりとかしてたじゃないですか。やっぱりこのコロナの影響もあってバレエ教室とかも全然できなくなっちゃって、でこんな、なんかね、本当にね、全く体を動かさなくなったので、やばいなっていうちょ危機感が引退して初めて生まれました今まではまだやばいなってとこまで行ってなかった、大丈夫っしょって思ってたんですけど、まず今まで入ってたデニムが本当にきつくなってきたっていうのと、あとはもともと腰とか膝とか悪いんですけど、本当にその痛い部分が筋力の低下により、普段から本当に痛くなってきちゃった。何歳ですか？32歳ですでも本当になんかいろんな人にこの話すると、本当に今からやっといた方がいいよって本気で言われるから、あ、そっか、私やっぱり人一倍体気をつけないとって頭では分かってるんですけど、なんか本当自粛で体を動かすの自体もなんか億劫になっちゃって、なんか歩くのはよくしてるんですけど、なんかそれ以外の運動マジで全くしてなかったんで、これは本当にやばいと思って、ちょっと今から行くスペシャルな先輩にお願いをしました。こんにちは騒がしいってじゃあできます、頑張ります。あ、そうだった。それではマイコの、違うな、なんだっけマイコチャンネルスタートやばい、久しぶりすぎて忘れた失格だな、YouTuber。 はい、私の体を見てくれるトレーナーはこちらの方です。はい、私の大先輩、高校で一緒にバレエやってました。で、Vリーグの先輩でもある滝沢奈々江先輩です。よろしくお願いします。よくね、習ってるから全然皆さん初めましてじゃないと思うんですけど、でも YouTube にあんまりバレーボーラー出てもらってないんですよ。あ、そうなの？そう、だから本当サッポーダさんぐらい。2番か、2番か2位もビリも一緒なんじゃないの？あ、そうです、1番じゃなかったらみんな一緒だった。ほら、まあいいですわ、その他ボロボロってことで。はい、その他ボロボロで大丈夫です。いやいや、でも本当に今回ちょっと体を見ていただきたいなっていうふうに思って、さっき来る時に撮ったんですけど、なんでじゃあトレーニングをするのかっていうのが、理由がまず、もともと腰とか膝とか悪いじゃないですか。ずっと見てたの分かると思いますけどずっと練習休んでたもんね。できてなかったから、でそれがやっぱ引退してこの3年弱経って、初めてこの日常生活とかでも本当に痛みが出てきた。で、まあ、筋力不足っていうのが実感してまして。そうですね、ですよね、多分ね、ちゃんとこう見ていただきたいなっていうのが理由で、奈々さんにお願いします。はい、ぜひよろしくお願いします。ちょっと一個言いたいのが、はい、私のジムをマイコに紹介してくださいって私が言ったんじゃないですからね本当に絶対見てる人みんなそう思ってる。あ、あいつ可能使ったな、違うって思われてるからね。思われてるかな、思われてますよねそんなことない、私が本当に奈々さんに普通に連絡して、そうだよね本当にちょっと体弱いんで見ていただけませんか、ね、そっから始まったんだけど、なので多分やる気は満々だよね。やる気あります、はい、本当に、はい、でやっぱやるなら結果を出したいなということで、本当このカメラ入れてやろうっていうことにしたんですよ。そういうことです、ね、協力してくださいっていうお願いしてやってもらうので、はい、はい、マイコちょっと
ほら、ちょっとクズアンドカルじゃん、ちょっとだけ。ちょっとかな。ちょっとだけクズアンドカルが心配なんで、そこだけ。そう、まあまあ昔からやっぱ付き合ってる人分かってるんで、私のことを、はい、本当にできるのかと。そう、心配です。マネージャーさんにも相談しました。ちゃんとあれしてくれてるんですね。はい、頑張りましょう。ありがとうございます。はい、お願いします。頑張るよ、本当に。ということで、いよいよ始まりました、加納舞子の腰痛・膝痛予防のための筋力アップトレーニング。32歳の女性ならプロポーションを良くしたいからとか、もっと細くなりたいなんてキラキラした目的でトレーニングを始めますが、私加納舞子は違います。現役時代に蓄積してしまった数々の怪我、それが運動不足によって日常に痛みを抱えるようになり、少しでも痛みを緩和するために筋力アップを目指します。そう、これをご覧の皆さんの中にもきっと運動不足による筋力低下が原因で腰痛などを抱えている方は多いはず。ぜひこの動画を見て一緒にトレーニングをしてくださいね。加納舞子の3ヶ月の挑戦をしっかり見守ってほしいです。どれだけ私の体が変わったか楽しみにしていてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。